どうも、ねづっちです。一方的にですね、好意を寄せていた女性の車のブレーキホースを切断したとしてですね、38歳の男が捕まったんですね。何でもですね、女性が朝出勤しようと思って車をね、発進させたところ、ブレーキが効かなくてですね、壁にぶつかってしまったんだそうです。で、防犯カメラを見たところ男が映っていたと。で、男はですね、車に詳しい僕に対して、頼りにしてほしかったと語ってると言うんですね。かなりやばいと思いますけどね、この人ね。自分の行動にブレーキが効かなかったんだね。もっと言えばあれですよ、あの上司と飲んでるのに全然動かないあの若手みたいな感じですね。どういうことかって、ブレーキが効かないってね。ねづっちです。ちょっと簡単ですが、また。